ここからスロットの話なんだけど、今のリバプールの問題点、チャンスになるような、後ろから前にボールを運ぶ上での形っていうのは、クロップより全然とり、えー、と、向上させられる、そこを進化させられる監督だと思います。本当、あの、うかい経路しっかり作るし、特にスロットの今やってるサッカーの特徴として、サイドバックが高い位置取りすぎないから、ウィングに対してのこのパスコース的、だからあの、冨安的な、こうもこうも出せるところに立つっていう、 ここのね、サイドバックがセンターバック持った時、高すぎてサイドハーフがプレスかけてくると後ろ向きになっちゃう選手いるじゃん。ここのね、相手から距離取って、前向きでボール持つようにするっていうのが、あれが原則でやってるのか、たまたまあってるのか分かんないんだけど、そういうところでこう、ちゃんと迂回経路を作るデゼルビーみたいなサッカーやるんだよで。それがすごいいいところだなって思ってますね。で、もう一つは、裏抜けを重要視しないんですよ。で、それはヒメネスのキャラクター見てもらえば分かるんだけど、ライン上でずっと待ってて、そこで相手に体を預けてターンしたりとか、 結構そのタクショット力高いんだけど、オフザボールで相手を完全に出し抜くみたいなタイプではないから。そうだから、アルテタとデゼルビの間みたいな、プレスもしっかり行くし、クロス対応もしっかりロックするしみたいな。だから、さピッチ上で起きる現象の合理的さはすごくある監督でいいと思います。ただ、ここで問題になってくるのはキャラクターっすよね。あの、フェイノールトとリバプールうまく交渉してくれて、みたいな自分、リバプール行きたいっつってもうシーズン中言っちゃうみたいな。で、これが、 一回だけじゃなくて、RZ の頃も言ってるっていう記事を学園生の人が教えてくれて、で見て、実際言ってない。RZ のもう役員が他のクラブと交渉してたから解雇しますって言って、スロット解雇されてるから、もう全科持ちみたい。で、ある意味サイコパスっていうか、いい言い方をすると、無神経悪い言い方をすると、実力あるやつが上の環境行くの当然だろうって考え方の人だと思うんですよ。だから選手もそれやっていいし、俺もやるよみたいな。悪いことだと思ってないと思うね。 で、それが、ちょっとオランダ人っぽいっていうか、ファンハールとかさ、あのー、クーマンとかそうだけど、俺がやることは正しい。俺の価値観正しい,いや。お前らがどう思うか関係ないっていう。これが、乗ってる時はいいし、カリスマに見えんだけど、そうじゃない時に、もう、もう、ゴロゴロ崩れてくっていう。ファンハールも、この、今のスロットと一緒で、すごくシステマチックにサッカーを捉えてやれる監督だって言って、その、自分が思う、 サッカーはこうあるべきだ。ピッチ上ではこの現象が起きるべきだっていうのに相反する感覚的な選手と対立してたんですよ。リバウト外すとかフィーゴ外すとか。ちゃんと言うこと聞く走るやつしか使わないみたいな。で、それでバルサでダメになったんだけど、その後アーゼットで確か復活してんだよね。ファンハールも。だそういうふうに自分の方を受け入れてくれる環境だったり、自分に、あの、 信奉者がいる環境だといいんだけど、だから、オランダの監督にありがちな、オランダだとうまくいくんだけど、外だとやばいってパターン全然あるっていう。で、ここで大事なのは、一つは、序盤の結果。ポステゴグル序盤良かったから、また来季だねって今空気になってるけど、これ序盤悪くて、後から上がってきたんだったら、ポステゴグルむっちゃ批判されてると思うんですよ。やっぱり、プレミアレベルじゃなかったって言われてるじゃん。起きてる現象が順番逆なだけなのに。別に、スロットが悪い監督とかじゃなくて、一つは、 序盤の結果が出ないと、こういう監督の場合は、チームの選手たちのこの信頼を勝ち得ないから、結果、早めに崩れていくっていう根拠の転白パターンですよね。で、もう一つは、フェイエノールトの今の戦力って、僕オランダリーグ全部見たかわかんないですけど、フェイエノールトむっちゃ強い可能性あるっていう。普通に。ヒメネスレベルのフォワードオランダにいないだろうし、あと一人一人のプレス体制高いから、フェイエノールトは。だから今のサッカーできてるだけで、 だから、天白もアヤックス時代、こんなすごいチームないって言われてたから。でも僕、うかやく作れてないし、修正もよくできないから、これ、プレミア来て、戦力的に拮抗すると厳しいかもみたいな、厳しい可能性高いってっやっぱそうなったじゃん。だその可能性は全然あるっていう。三つ目は、センスの問題。これがね、俺、チャビが就任する前に、やっぱこのパターンあるなって思ったのが、チャビさ、歩いて、るなんとかってチームいたじゃん。 で、そっからバルサ来たでしょ。で、その時の、僕、戦力運用まで見れないんですよ。どういうことかっていうと、バルサだと、この選手ここに使ってこうでこうで、こういう使い方する監督良くないとかいいとかわかるじゃん。なんだけど、アルサットだ。アルサットの全体戦力と使える金わかんないから、アルサットでその起用って違うよとか言えないんですよ。そこそこいい現象出て,てたら、いいサッカーしても見えるんだよね。だ今のバルサでいう、カンセルサイドバック違うでしょっていう。 みたいなことがアルサットで起きてても、アルサットにおけるカンセロと、アルサットにおけるディフェンスラインにおいていい控えの選手ってわかんないから。で言うと、スロットが、フェイエノールとの戦力運用で、正直僕はもっと裏抜けする選手を使った方が点取れると思ってて、ヒメネスとウ田ダ瀬一緒に使っていいと思ってるんで。だから、まあ、スロットが、スロットの哲学でやってて、オランダでは結果出るけど、リバープール来た時に、なんでその選手そことか、なんでその選手使わないのって全然あるらしい。で、 ここで最後に、そろそろ結論だけど言いたいのは、今言った、ピッチ上で起こす現象は合理的。でも結構自分本位で人のことを考えられないというか、人の気持ちを考えられないマネジメント的な不備があると。で、それはオランダ人によくある関係というか、関係というかよくある性質。で、クロップの後だからより一層心配。で、ここで心をつかむには、序盤の結果っていう。序盤の結果には、オランダにおけるヒメネスみたいな選手、つまり、ラキー リバープールでしっかり点を決めてくれる選手いるかどうか。だからサラーを僕は中央に使った方がいいと思ってるんですけど、サラーが出てったりとか、強引に点を決めきれる、その、完結力がある選手がいない場合は、いいサッカーしてるけど苦しむ。で、そこで結果残せてないから選手の気持ちが掴みきれない。で、人間的な本質的な傲慢さがあるから、うまくいかないっていうふうになるルートは全然あるっていう。うまくいかない可能性とうまくいく可能性が、 ピッチ上だけないけど、ピッチ外のことと来期の戦力見るまで所持がわからない。これは申し訳ないけど許してほしいのが、スパーズの時も言ったけど、ポステコグルーの補強を見てからじゃなくてわかんないって言ってて、やっぱりあの、いいセンターバックとキーパー取ったらっていう話としてて、やっぱファンデフェン取ったっていうのは大きいじゃん。ファンデフェンとビカーリオいたって大きいじゃん。だからこれはリバプールの来期の3トップの陣容を見ないとわかんない。ダーウィンそのまま使う戦力だったら厳しいと思うし、 さら、真ん中にやって、噂されてるような、久保とか、久保クラスの右ウィングが来るんだったら、まあ、久保は来ないと思ってるんですけど、僕は。あと、ディフェンスラインを、ちゃんと、ファンダイク、来なって、マティップ出てくんだとした、クアンサが、全幅の信頼はまだ置けない状況だから、そういう、こそ、いなしよみたいな選手来るかとか。この辺を見てからもう一回、ちょっとそこの、スロットが完全にいけるかどうかの評価は、置いと、いかせてほしい。で、一番言いたかった結論は、スロットは失敗しても OK なのよ。これなんでかっていうと、 クロップの後って、ほとんど失敗するってみんな思ってるじゃん。もう、だって、もうほぼ完璧って言っていいと思うんですよ。リバプールにプレミアと CL のタイトルもたらして、なおかつ世代交代成功させてこのタイミングでいなくなる監督よ。こんな人なかなかいないじゃん。で、クロップの場合、マネジメント神だから、マネとかナビゲーターみたいに外行った時に暴れん坊だったんだっていうバレる選手いるじゃん。 サラーもクロップだから抑えられてたって可能性もあるし、表に出てない揉め事いっぱいあっても、クロップだから抑えられてたのがあると思うんですよ。だから、いい子がいっぱいいるようにリバプールって見えるけど、実際はクロップがいい子に見せてるっていう。ってなると、こういう監督来た時にぶつかる可能性あるじゃん。その時に、クロップ以外で例えば、絶対に成功させたい喋ベアロンソとか来た時に失敗するよりも、これやばいみたいな監督が来て、失敗しても、一回そこでね、落とせるから、次の人が楽になるっていう。 で、ここでリバプールうまいと思ってるのは、僕、リバプール自体も、シュノー部自体も、スロット、半々、なんなら失敗可能性高いなって僕踏んでると思うんです。だからこその、肩書きヘッドコーチ。<laughs> この話行きたかったの。結局、マネージャーとヘッドコーチの権限の違いって、補強権限あるかどうかなんですよ。だから、補強に口出させなかったら、現場だけだったら修正効くっていう。スロットがダメだったとしても、スロットに口出させないから、他の監督の時に、 選手のところでしやすいから。で、これって結構、あの、アメリカのオーナーにありがちなアーセナルもそうでしょあの、ある程度最初コーチだったのが、そっからマネージャーにランクアップしましたんで。そう、だから、さっき言った、その、センスなかったバージョンだ。チャビみたいなバージョンだったとしても、補強に口出されないから、そこでの長期的な失敗がないように、そこのリスクヘッジしてるんですよ。で、これでうまくいったら、クロップの後ってほとんどうまくいかないから、こういう、 なんなら一回行かれた人入れれるっていう。で、失敗した場合、多分半年とかで切って、誰かにするか、一年持たしてやるかもしれないけど。で、うまくいったらうまくいったでいいじゃんって。でもそもそも失敗のもうリスク管理をちゃんとヘッドコーチプランでやってるっていうのが大きいかなっていう風うに思ってますね。